どうも皆さんこんにちは、佐賀県住みます芸人のメタルロック美意識たかしです。ピアティーお願いします。ということで今回はですね、お題がありまして、そのお題というのがですね、こちら絶景ロマンチックスポットということで、今回ですね僕が紹介したいのはこちらでございます。はい、佐賀のですね唐津城ですね。この唐津城の中にですねもう最高のスポットがありますので、そちらにね今日は皆さんを連れて行きたいなと思いますんで、行きましょう。ビューティー、はい、ということでですね、着きました唐津城のこれ下ですね、こっから登っていくよっていうところなんですけども、まあ、絵で言うと今ね僕ここにいるんですけど、この現在地から結構ね階段がわーっとあるんですけど、その階段を登っていってこの唐津城に行くんですけども、まあね、お城でそんなデートスポットあんのかみたいな上にありますんで、早速ね、登りたいと思います。行きましょう。あ、ちょっと見てください、ほら撮影日がね今日3月の30日なんですけども、ご覧いただけますか、桜、綺麗な桜でしょ、ピンクでね、この桜がちょうど咲いてきた季節なんで、よりねこのスポットがめちゃくちゃいいんで、さあもうそろそろです。ほら皆さんご覧ください、唐津城、下からね見たらこの頭のてっぺんの部分しか見えなかったと思うんですけども、近くに来たらこんなにね、そのもうでかいです。とにかく一回ねやっぱり唐津城にも向かってねやっと来たいと思います。ビューティー、これ見てください、これほらほら、すごい隙間がねないんですよ、とにかく石垣、とにかく石垣に隙間がないです。どうやって詰めたんですかねこれね、すごいですよ昔の人たちは本当に。こういう石垣を見ながらまだ上です、絶景スポット。あ、そしてご覧ください、ほらすごい桜がすごいですよ、めちゃくちゃ綺麗、良くないですか、この城の中に桜があるんですね、もうここだけでも絶景スポットですよ。でここでねわって告白しても絵にはなりますよね、いかがですか。ただここではないですけど一回やっておきましょう。ビューティー、ちょっと疲れてくるでしょう、デートとかに来てもこういう時にちゃんとねご用意してます。あ、疲れたな本当にってなるんですよ、彼女とかと歩いてると。そしたらねこのちゃんと休憩どころがあるんですね、唐津城には。あ、なんかすごい綺麗、うわー休憩所ですね、ほら見てください、これわすごい、これ何、あ、これホルトの木っていうやつですね、唐津城のシンボルの一つとして300年ものの間ちょうどこの場所から町並みを見届けてきたという素晴らしい木ですね。ただ平成28年6月にちょっとやむなく、亡くなったということですね。で当時の面影をこう思い忍ぶために亡くなった後も防腐処理を施しこの場に展示していると、まさにね歴史とロマンが詰まったところ、まあ、これもねデート行く時には最高なんじゃないかと、ロマンチックですよね、まさにこの時代がここにギュッと詰まっていると言いますか。さあさあ奥見てください、これが休憩所です ね、こうゆったりとしたこの机があって、まあ、何よりねこの木の香りがいいですね。そしてご覧いただきたい、これすごいでしょ、これがこれですね、唐津焼きというやつなんですね、唐津で生まれた焼き物、唐津焼きなんですけども、これ起源はね諸説あるんですけども、室町時代のから桃山時代にかけてですねこの領地で焼かれたことが始まりとされているということで、唐津焼きの生産量はね拡大していっているということです。まあ、こんなのもね2人で見ながらよろしいんじゃないでしょうか。ビューティー、
休憩所を出ました。実はですね、この絶景スポットがこの先にあります。絶景スポットに行くまでの道のりです。すごくないですか。特にね、今の時期この桜が咲いて、このお城の中に桜咲いてますから、めちゃくちゃいいでしょう。ほらもうすごいですね。はい、唐津城すごい大きい石だ。相当ね、見てもらったら分かるかもしれませんけど、重いですよ。かなりの重さ。どうやってこの石をここまで持ってきたのかを知りたいですよ。ここを通り抜けると、まだね画面には映せないんですけども、僕の目の前には絶景スポットがあります。さあ、ということで皆さん、お待たせしました。今回僕がですね、皆様に見せたいロマンチックな絶景スポットはこちらになります。この桜からですね、この海岸、この唐津の海を見渡すことができると。しかもこれ唐津城なんです。唐津城の中からこの桜と海を見渡すことができる。これはロマンチックでしょう。さあ、ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。こちらをね、愛する人と見て告白ベンチです。ここがまさにね、このベンチに座ってここで告白したらね、すごいロマンチックだと思います。この唐津城から見るこの唐津の海が僕が紹介したかった絶景スポットです。終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。